カリオシントリプスはカンブリア紀に生息したラディオドンタ類の一族。クルミ割りのような全部付属種の実によって知られ、主に来たアメリカから複数の種の化石が発見される。学名キャリオシントリップスはクルミ割りのような形をした全部付属詞にちなんでキリシア語の種じゃね類を意味するカリオンと神話による粉砕者の名前シントリップスの合成語である。 カリオシントリプスは単理した全部付属子の化石標本のみによって知られている。最初はカナダブリッティシュコロンビア州の堆積層バージェス結岩の化石のみ知られていたが、後にアメリカユタ州のウィーラーフォーメーションスペンスシェイルおよびマージョムフォーメーションにも本属が分布することが判明し、その中で分布一が複数の化石産地に及ぶ種もある。また、 半死動物の群れロポジアアパイとして命名された化石標本 MPZ2009-1241 の正体は本属の全部付属種であれば本属の分布はスペインのバルドミズフォーメーションにまで及ぶことになる全部付属種は長い直角三角形のように先端ほど細くなりいずれの化石標本もまっすぐに伸びていて他のラディオドンタルインのように湾曲することはない 唯一の体を成した状態で保存された化石標本の無59,501によると全部付属紙はハサミのようにお互い左右に噛み合わせる構造を持つ。施設の境目は種や位置によって不明瞭になることはあるが14節が確認されており、最初と最後の施設を除いてそれぞれの複足には1体の棘を持つ。また、施設の境目は曲線であったことにより、 全部付属紙はもともと円柱形であったと考えられる。C コミューユリスを除いて、全部付属紙の配側には、ノコギリ状の小さなトゲが並んでいる。体との接続部として考えられる、全部付属紙の基部は、釣り金のような形をした、突出部を持つ。蒸気のロム59,501は、1体の全部付属紙の付け根に接続した、有機物らしき塊のかにも、 少し離れたところには散在した断片が見られており、同一個体由来であった可能性がある。体は発見されていないが、全部付属詞の長さを、アノマロカリスの体の比率に合わせて推算すると、カリオシントリプスの体長は種によって10、数センチメートルから30センチメートルにも及ぶとなる。カリオシントリプスは、遊泳性の低性捕食者であったと考えられる。 基部の釣り金状の突出部を蝶つとし、左右に動ける頑丈な全部付属種を、ハサミ内し接触動物のお顎、顎元のように用いて、獲物を捕獲したり食物を切断したりできたと思われる。この特徴は、上下の湾曲によって、獲物を捕獲する多くの肉食性ラディオドンタルイ、例えばアノマロカリスの全部付属種とは大きく異なる。ラディオドンタルイの中で全部付属詞が、 このような機能を持つと考えられるのは、本属の他にスタンデーカリスなど数少ない例のみ、挙げられる。3種のカリオシントリプスの全部付属し、シードリュースの基部語説は未だに発見されていない。ほとんどの系統解析は、カリオシントリプスを最も基盤的な、ラディオドンタルイとみなしている。なお、カリオシントリプスが、他のラディオドンタルイと単系統群になるかどうかな。 はっきりしておらず、これは系統解析において本属の情報が少なさすぎるのが原因と考えられる。デイリーバット2010に記載されたカリオシントリップス属の化石標本、最初はすべてタイプ種のシーセルタスのみによるものと考えられた。しかしスティーブンデイリー2017に行われた再記述によれば、 少なくとも次の三種に分かれ、全部付属種の形態によって区別される。スペインのバルドミズフォーメーションから発見され、ハーシュ動物の一種ムレロポジアアパエとして記載された、化石標本 MPZ2009-1241。これは、カリオシントリプスに由来する全部付属種の断片であった可能性が高い。スペインの堆積層、バルドミズフォーメーションから発見された、 化石標本 MPZ2009-1241 はゲイムストール2011にハーシー動物の動物と考えられ、新属新種のハーシー動物、ムレロポジアアパイとして命名された。この見解はスティーブンデイリー2017によって否定され、はじめ MPZ2009-1241 は本属に由来する。 全部付属種の先端6つの施設とみなされるようになり、未明名種のキャリオシントリップス c f コミューユリスとして再記載された。一方で、ムレロポジアの元気術の著者をも含んだゲイムス・エトール2017では、スティーブンデイリー2017に対して反論を挙げた。本文件は元気術通りに MPZ2009-1241 を ハーシュ動物とみなし、スティーブンデイリー2017は、MPZ2009-1241 の多くのハーシュ動物的形質、例えば筋組織、触覚、柔軟な粉、爪らしき痕跡を無視していると批判した。同時にカリオシントリプスの得意性を取り上げて、それに基づいてカリオシントリプスは、ラディオドンタルイではなく、むしろ海面。 ヒオリテスやチャンセロレデイカなどの他の動物であるとの説も提唱した。しかし、上記の再記述の著者を含んだペイツへ通る2018はいくつかの証拠を補足し、ゲイムスへ通る2017の見解を否定した。ゲイムスへ通る2011とゲイムスへ通る2017に筋組織や触覚と思われた痕跡は化石の周りの石器までにも伸びており、 該当化石に属しない、非生物的な痕跡であることを示した。ほっと思われた、全部付属子の先端はハーシュ動物の、ほッとの類似性が低く、しかも柔軟な分はハーシュ動物の中でオニコディクティオンのみに見つかっており、ハーシュ動物において、一般的な特徴ではない。他の足の短いハーシュ動物に比べても、体の直径とハーシュの長さの比率は、得意的すぎる。 ハーシの先にある爪と思われた痕跡も、化石の処理過程による痕跡であり、しかも他のハーシ動物の爪に見かけるような炭素から、なる濃い色を持たない。こうした MP、MPZ2009-1241 の特徴の多くがハーシ動物的ではないと指摘した。同時に、カリオシントリプスは、ラディオドンタルイであるとこを支持する証拠もいくつか、追記した。ありがとうございます。